番組の最後は一押しグルメのコーナーで視聴者の皆さんからいただいた写真を紹介していきます。まずは金沢市の50代女性、はい、浜名さん。先日孫のお食い初めをしました。歯固め石までセットで買える時代ではありますが、一つ一つ娘と手作りしました。これ手作り？そうなんですって。食材一つ一つに意味があり、改めて勉強になりました。手軽に何でもできる時代ではありますが、娘と楽しみながら伝統を継承していきたいと思います、ということで、素晴らしい。いやすごい。これは私もお食い初め、子供3人いるので3回やっているんですけども、1人目の時はそれなりに力を入れて、2人目多少手を抜いて、3人目だいぶ手を抜いて、徐々にこんな、でも1人目でもここまでやらなかったですよ。浜名さんたちすごいですよ。3世代でね、その気持ちを、思いを伝えていくっていうところがね、また素敵ですよね。素敵な写真ありがとうございました。続いては富山市の50代女性、さとちゃんさんです。お肉が嫌いな私が美味しいと思うのが六角堂のステーキです。残さず食べられるのが不思議です、ということで。不思議ですね。いや美味しそう。でもお肉嫌い、美味しいお肉が分かるんですよ、さとちゃんさん。さすがです。はい、北陸朝日放送では視聴者の皆さんからの写真や動画の投稿を募集しています。一押しグルメをはじめ、可愛い赤ちゃんや動物、この時期ならではの景色など、ぜひ送ってください。お待ちしています。